緊張してますか？緊張してますね。結構緊張してる。皆さん、タイトルでもお分かりいただいてると思うんですけれども、はい、今日は吉田プロ、エムズスキーサロン、うん、ニュージーランドへ向かう日でございます。和美さんが見送りに来てくれました。はい、ありがとうございます、朝から。いやいや、いやなんか緊張するね、なんかずっと緊張してますよね。でしょ。いや、忘れ物とかがないかなとか。パスポート持った？パスポート持った、ある。じゃあ大丈夫。もう海外がさ、そもそもすごい久しぶり、うん、プライベートで最後にマレーシアかな、3年コロナ前に行った以来だし、エムズスキーサロンとしてはドバイ以来の企画なんで、うん、なんかいい絵撮ってきたいなっていう緊張もあるし、まあ、現地でね、ご一緒できる皆さんともなんか楽しみたいなって思いもあるし、はい、いろいろです。いろいろですね。ちょっとね、いない間よろしくお願いします。はい、お任せください。札幌は守りますんで。かずみさん様様なんで、ね、いえいえ、神様、仏様、かずみ様だからとんでもないです。事前のチェックインも済ませたので、うん、あとこれ預けて。はい、あ、これ預けるやつ、うん、預けようかなと思って。どうかな、うん、持ってもいいけどね。預けちゃってもいいかもしれない。じゃあ預けます。どうしますか、とりあえず行きますか。うん、行こうか。はい、緊張してる。行こう。空港から始まるエムズスキーサロンでございます。珍しい。旅人感。日本航空持ち込みの、そう、なんか目安になるやつあって、これ全部入ってるの、パッキングで取ったじゃん。うん、ブーツもヘルメットも上も入ってた。持ち込もうかなと思って。いけるか、10キロ羽田で降りてすぐ降りたいから。何キロでしょう。10キロギリギリ危ないんじゃないと思ってる。7.20 だ。20だ、結構軽くない？意外と軽いんだ。ブーツ2足入ってる。2足。うん、これはじゃあなくしたくないグッズなんで。そう、大事だから持ち込みますか。持ち込もうかな、うん、預けようかなとも思ったけど持ち込みます。はい。はい、チーズ。え、ボーダーチーズ。何それ。はい、ということで無事に羽田に着きましたので、今度はシドニー経由でニュージーランドまで向かおうと思っております。ただフライトが夜の予定なので、まあ、国際線の方に移動して、食事だったりとか最後のね、あの日本を楽しみたいと思います。じゃあゆっくり過ごしていきます。着いた着いた、久しぶりの羽田。第3ターミナルに移動してきました。外がね、尋常じゃないぐらい暑かったんですけれども、でここから事前にね、あの荷物を羽田国際線の黒猫大和さんのカウンターに送ってありますので、まずそれをちょっとピックアップしに行きたいなと思います。あったあった、こちらですね。ブースに届いてるかな。事前にね送ったんで、ちょっと聞いてみたいと思います。無事に届いておりました、黒猫大和様、ありがとうございます。なかなかね、あの出てこなくてドキドキだったんですけど、スキーケースの中身は何ですかって聞かれました。スキーですって答えました。じゃあ次チェックイン行きます。チェックインが3時間前からしかできなかったので、10時フライトなんですよ。だから19時までこのスキーの荷物を
持ったまま行動しないといけないということなんで、腹ごしらえもしたいですし、あの買い物忘れがないかとかね、チェックインの前にもろもろやっていきたいと思います。やっぱりお任せがお得ですか？そうですね、お得ですか？よし、OK、注文しました。やばいです。今回はカンタス航空でシドニー経由で向かうということなんで、早速ねこのスキーケース預けていきたいと思います。あとは現地でいろいろねやりたいことあるんで、 Wi-Fi を借りるかどうかを、10日間なんで1万5000円から2万円ぐらい。でこれで最後かな。一応あの変換プラグだったりとか、シドニーまでは夜から朝の便なんで多分寝ることになるんですけど、最後の買い物です。行こう。220240V 変換プラグ O でニュージーランド対応なんで買います。これも買おう。出発に向かおうと思います。足りないものもあるかもしれないですが、はい、ということでゲートナンバー144あっちですね。よし、これでね無事に出国の審査まで終わってるんで、もう残すところあとわずかでございます。144だからもうちょっと。すごいね、もう夜だよ。今日一日ね長かったですけど、飛行機に乗ってしまえばあとはほぼ寝るだけですから、あとは向かうだけだよ。待ってろニュージーランド。いよいよこちらの飛行機に乗り込みます。気をつけて行ってきますね。もう寝る時間だ。
we just had to pull up a little bit short of our parking position while the guidance for us to get into the bay is fixed. I'd ask you to remain.朝です。そして冬、まあ、秋ぐらいの天気かな、日本でいうところの、はい、ターミナルに向かうバスが先に1台行っちゃったんで、次のバスに乗って移動していきたいと思います。半袖なんですけど、結構肌寒い感じですね。はい、シドニー国際空港に到着しました。おー、すごい、イエーイ。このバスでね、ターミナル移動していきますよ。すごいね、ワクワク。初オーストラリア。ちょっとね、今歩いてきたんだけど、あ、これっぽいな、インターナショナルトランジット。ここでトランジットの話をして、トランジットラウンジで、まあ、5時間ぐらいかな、ステイするような感じになると思います。行ってみましょう。シドニー空港です。すごい。ここでね、だいたい 3,4 時間ぐらい過ごすことになりそうですね。で、合間にね、あのネクストのライブ配信やったりとかしていきたいと思いますし、まあ、YouTube もね、ちょっとあのショップの様子とかは結構イケてるカフェがあったりするんで、まあ、この辺ね、ちょっとこう楽しみながら、あのトランジット満喫していこうと思います。時刻はこちらの時間で午後1時となっております。ボーディングタイムまではあと1時間10分ぐらいなので、シドニー空港をもう少し見て回りたいと思います。さっき僕がいたのは、まあ、カフェテリアだったりとかバーがあるエリアだったんですけれども、まあ、こちらはブランドショップですね。綺麗ですね。南半球は僕初めて来たので、すごい新鮮な感じ。あとお土産屋さんもあります。やっぱりあの動物が有名なのかな、コアラとかのぬいぐるみがあったりとか、そういうのが多いかなっていう印象かな。で、僕のね、あの登場するゲートもまだ見つけてなかったんで、そういえばそれもね、一応確認しておこうかなと。じゃあ見て回りますか。かわいい、カンガルー、わー、かわいい。これかな、これだね。ゲート55 9 mini。 OK、 場所確認できたので、もうちょっと空港内探索したいと思います。55 days。 何これ、気になる。メリノコレクション、見てみようか。すごい、めっちゃ素材いいじゃんめちゃめちゃメリノなんですけど、わ、もうしかも秋冬だしね、こっちは。こういうのもあって気持ちいい。いいね、ブーツ。あれ、靴ないな。そういえば大丈夫かな、これで耐えれるかな、雪道。いいな、メリノコレクション。はい、ということで、アグオーストラリアでスノーブーツを購入しました。購入したというか、あの日本が真夏すぎてめちゃくちゃメッシュの靴履いてきてたので、そのままスキー場には行けないと思い、すごい安かったんでスノーブーツ購入しました。これでもう本当に正真正銘、準備万端だと思うので、 T5 ゲートまで移動していきましょう。
シドニーを旅立ちクイーンズタウンへ向かいます。いい天気ですね。見ています。寒いですけど、めちゃめちゃ寒いけど到着しました。ちょっとまずね、空港の中入ろうか。冬だわこれは。着いた着いた、すげー。あとは荷物が無事に届いてるかどうかというところですね。当初ここからホテルまでタクシーで移動する予定だったんですけど、なんとあの空港まであのお迎えに来ていただけるということなんで、スキーグッズをピックアップしたら空港のエントランスの方に移動していこうかなという感じですね。どうだ、吉田って書いてますね。こちらでした。はいはい。それで、ちょっと本来の感じじゃないんですね。あちこち通行止めになってまして。あ、そうなんですね。昨年もそうだったんですけど。え、でも開発がすごい進んでるんですね。開発は進んでます。へえ。あそこがちょっとオーバーツーリズム的なんですよね。ああ、なるほど。無事に到着いたしまして、私の部屋がこちらでございます。すごいムーディーな素敵なお部屋ですね。ちょっとここに荷物を運んで、この後ね、あのミーティングがあるということなんで、打ち合わせですね、ありますんで行きたいと思います。見えちゃうんだけど、うん、吉田さんと比べると、うん、全然ダメなんですよ。そんなことないですけど。僕はね、こうなりたいの今でも。ああ、そうですよね、確かに。でこうなるために、うん、もうね、あのカービングスキー買おうかと思ってるぐらい。全然ね、こう二人揃ってるのはこの画面があるんですけどね。これ。はいはいはい。全然違うんですよね。あ、でも僕このカット好きなんですよね。で、これおこれは、この格好したいんですよ。柔軟性かける筋力がなせる技ですね。そうですか。うん。これをやりたいんですよね。なるほど。もしいな。いや、今回ぜひ、はい、これやりたい、ね。恐縮ですけど、ちょっとアドバイスさせていただいて。いや、ぜひお願いしますよ。はい、本当に。Thank you.